シグナス CRSOB-2 はオービタル、サイエンシズ社のシグナス無人宇宙補給機の3回目の飛行。オービタル -2 やオービタルサイエンシズ、CRS フライト2などとしても知られる。国際宇宙ステーションへの3度目の飛行であり、アンタレスの4回目の打ち上げであった。2014年7月13日に、中部大西洋地域宇宙基地から打ち上げられた。 オーブマイナス -1 はオービタルサイエンシズが NASA の商業補給サービス計画で契約した発機の補給機飛行の2度目の飛行であった。第2弾の改良型キャスター30バイトエンジンの最終仕様となる計画であった。オービタルサイエンシズのかつての宇宙飛行士を経営してシグナス宇宙船の名前を付けており、元同社職員であり2012年2月6日に 亡くなったジャニス・イーボス宇宙飛行士から、ジャニス・ボスと名付けられた。打ち上げは2014年5月1日に予定されていた。しかし、アージ -26 エンジンの試験台の不具合から、打ち上げは2014年5月6日に延期され、さらにすぐ17日に再延期、その後7月1日となり、さらに7月10日、11日とずれ、天候からさらに7月12日に遅れ、 最終的には、天候のため2014年7月13日まで、ずれ込んだ。打ち上げ後、飛行10分で、アンタレスは、ISS と同一平面上の軌道に、シグナスの軌道投入を成功させる予定であったが、それよりも、かなり低かった。アンタレスからの分離後シグナスは、ソーラーアレイを展開し、確認作業の後、完成側は高度を上昇させるように指令した。 その後2日かけてシグナスは ISS と高度を合わせるべく高度上昇を継続した。打ち上げから4日目、NASA は ISS へのシグナスの経流の是非を決定した。シグナスは最初自動で ISS から12メートルまで接近し、その位置で距離を保持した。ISS の宇宙飛行士はフリードリフトモードの指令を行い、ISS 搭載のロボットアームで捕獲した。 7月16日にオーブマイナス2は ISS に係留され、その高天テポートにドッキングされた。その後36日目までドッキングを継続し、ISS の宇宙飛行士がシグナスのハッチを開き、ブッシュを ISS に搬入、不要品をシグナス内に投入した。シグナスは2014年8月15日にステーションから取り外され、安全距離まで遠ざかった。 南太平洋上で再突入するため減速する前に最大15日間の工学テストが予定されていたが最終的に2日後の8月17日に大気圏に再突入している。シグナスは 1650kg の貨物を ISS に届け 1470kg の不要品を大気圏再突入で処分している。 貨物の合計重量は 1494kg だった。ありがとうございます。